次に訴訟の論理構成をご簡単に弁護士の大城の方から説明します。原告訴訟代理人の一人の弁護士の大城と申します。本件の訴訟は豊洲の市場移転予定地の土壌をボーリング調査をして採取した土の塊ですね、コアサンプルで箱に入ったものを東京都が破棄してはならないというものを裁判所に対して求めるものです。で、本件のコアサンプルというのは豊洲の土壌から取られたもので、それをもとに東京都は土壌汚染対策を立案をしてこれから実行するというふうになっております。で、このコアサンプルからボーリング柱状図や有毒物質の分布図というものが作られているんですが、そこが本当に正確に作られているのかどうかというところに疑問がありますと、その後の土壌汚染対策というもの自体の信頼性が揺らぐことになります。で、もし不十分な対策のまま市場が移転することになれば、今原告の皆様がお話したように有害物質が少しでも残っているようなところに生鮮食品を扱う中央卸売市場が移転することになってしまう。そうすれば、そこで働く仲卸の原告の皆さんの健康生命が害される危険がある。またそのような場所に生鮮食品の市場が移動するというふうになれば、消費者の側からもそこが安心して買えないということで営業が成り立たなくなる、営業権の侵害が起こる。また消費者の方も今回原告に入っておりますが、消費者から見ても普段買っているものの中に有害物質が付着する可能性がある。これは取りも直さず消費者の方の生命身体の安全を害するということになりますので、これも人格権侵害が起こる。で、法律的にはそのような人格権侵害及び営業権侵害が起こりうることを未然に予防的に排除するというような形で本件コアサンプルの廃棄を差し止めるという形にしております。で、このコアサンプルというのは今原告の方からお話もありましたが、東京都が考えている土壌汚染対策の前提となるものですから、このコアサンプルが廃棄されてしまえば科学的に推進をすること、再検証することということが不可能になります。実際に専門家会議の報告の後に、これまで公表されていた値の115倍の発がん性物質が検出されたということがマスコミの報道になって明らかになっているところですが、そのような信頼性がないところで科学的な再検証をする唯一の物証であるコアサンプルが廃棄されてしまえば、今行われている移転に向かう土壌汚染対策が正しいものなのか適当なものなのかどうか、それを再検証する道がなくなってしまう。そういう必要性から今回コアサンプルを廃棄してはならないというような形で訴えを提起いたしました。私の方から以上になります。あとご質問があればどうぞ。はい、本日東京地方裁判所民事第35部です、はい、で事件番号が平成21年は28357 28357号です。それでこれ訴訟の中に書いてあるのかもしれないんですが、そこで問題にしているコアサンプルというのが一気に採取されたものなんですが、本件コアサンプルが採取された時期に関しては、いくつかですね、時期が分かれておりまして、ほぼ去年の3月以降にされたものに、細かい時期についてちょっと追加調査の20カ所については調査期間が平成19年の8月から9月、
で先行ボーリング調査の63箇所については調査期間は平成20年の、2月G10 の4付近の調査4箇所というのがあるんですが、これも平成20年の4月で、続きまして絞り込み調査の438箇所、これが調査期間が平成20年の3月から5月で、最後に環境確保条例に基づいて行われた200箇所のボーリング調査については調査期間が平成20年の6月から8月というふうに、大体あと1、2ヶ月で廃棄すると。で現在は、7ヶ月に、積んであって、それは、シートですね、シートをかぶしてありました。でそれも、写真を撮ってきまして、これはつい、数日前に撮ったり、これもやっぱりありました。7ヶ月に入りました。大体1、2ヶ月で廃棄する。もうギリギリなんですね。訴状の7ページから8ページにかけてが、廃棄するとの動きについて書いておりますが、まあ、昨年来ですね、日本環境学会の先生をはじめ、コアサンプルの現物を閲覧させるように取り求めていて、今年の3月30日には豊洲治水コアの開示並びに保全に関する申し入れ書というのを東京都知事と昼間市場庁宛に提出しましたが、これに対する6月25日付の回答で、コアサンプルの解除保全は必要性がないと、で廃棄するというような意向が示されております。でこの後に電話で聞き取りしたのが今の通りで、当時から2ヶ月ぐらいということなので、まあ、ちょうど今の時ですね、8月の中旬から末ぐらいを当初は予定して廃棄するというような意向を当局が示しているということです。この1月6日、担当課長によるときも、これは原告のどなたかが聞いて、それに対する口頭での回答が、はい、口頭での回答。それからもう一つ口頭で回答があるんですね。これはここに書いてあります。5月21日、東京都の説明会、これ民主党の田淵も同席しまして、でその中で、その中にいた、一人の人が、コアサンプルは絶対に廃棄しないで保存しておいてください。それであえてまた、川内氏から、このことも本人に言ってあります。それは東京都の方で4名来てましたね。やはり、大外課長さんも来てました。ですから、このことについては重々ご存じです。